田中綾子はヨーロッパを中心に活動するウィーン在住のソプラノ歌手。3歳からピアノを始め、18歳で単身ウィーンに留学し声楽を学ぶ。22歳でスイスのベルン私立劇場においてモーツァルト・フィガロの結婚のソリストデビューを飾る。同劇場日本人初、かつ最年少での歌劇場デビューで大きな話題を集め、6ヶ月というロングラン公演を 内役なしでやり遂げる。翌年、国際ベルベデーレオペラオペレッタコンクールでは、オーストリア代表として、本戦出場を果たす。ウィーンフォルクス・オーパーとオフフェンバック、ホフマン物語のオランピア役のカバーを務めたことを、皮切りに、オーストリア政府公認スポンサーの、マテキ公演では、夜の女王役として2012年から3年にわたって、出演。その後、コンサートソリストとして、 ヨーロッパ、南米各地のオーケストラ公演に出演している。2015年からは日本国内でも全国ツアーを開催。2018年アルゼンチン最優秀賞演賞受賞。2019年ニュースウィーク日本版の世界が尊敬する日本人100人に選出。社会貢献活動にも積極的に携わり、音楽や芸術を通じた教育。 国際交流活動を行う Japan Association for Music Education プログラムを設立し代表理事を務める京都府出身ウィーン在住ありがとうございます。